では掃除機のホースを右手に持って立ってください。ノズルを目の前の床に置きます。ノズルを左に向けて戻してください。左側の床を掃除するみたいに。ノズルは床の上であまり滑らせないで、単に左と中央に方向を変えるだけにしてください。繰り返して。右腕のどの関節がこの動きに参加しているかに注意してください。次に右手の手のひらを内側に向けてからゆっくり戻します。つまり親指が床に近づき、小指は天井の方に向きます。でまた戻します。肘は上下にも左右にも動きません。空間の同じ位置にとどまります。繰り返してください。注意を払って、これがあなたのノズルを回転する、普通のやり方でしょうか。もしもそうだったらば、手首が、過労、使いすぎになっている傾向があるかもしれませんね。この動きのほとんどが手首、前腕、肘で起こっています。ちょっと休んで、で同じ動きを行いながらもう一つ動きを加えていきましょう。手のひらを内側に向けるときに、肘を床から少し遠ざけて天井の方へちょっと持ってってみてください。そして戻ってくるときに、手のひらが戻ってきたら肘を床に近づけます。全体の動きはゆっくりと行う必要があります。ゆっくり。手首と肘が協調して機能するように注意してください。ちょっと休みましょう。同じ動きを行いながら、また別の動きを追加します。手のひらを内側に回して肘を持ち上げたら、上腕を内側に回してください。そして手のひらを外側に回しながら、肘を下げて上腕を外側に回します。順に回し、順に戻します。これを何回も繰り返してください。手のひらを内側に回し、肘を追従させて、次に上腕を追従させます。手のひらを外側に回し、肘と上腕を追従させます。筋肉の大きい順番でやってみましょう。上腕を内側に回して、肘を持ち上げ、手のひらを内側に回して、ノズルを左に回します。上腕を外側に回して、肘を下げ、手のひらを外側に回して、ノズルを右に中央に動かします。これが疲れにくいやり方かどうか確認してくださいね。今は、初めに一番大きな筋肉を使っています。一旦やめて、ノズルを左右に自由に向けてください。どれほど楽か感じ取ってください。床にホースを置き、立ったまま休みましょう。ではホースを持たずに反対側でも同じ動きを短時間で学習します。実際に行わないで想像してみてください。左の上腕を内側に回し、肘を持ち上げ、手のひらを内側に回して、想像上のノズルを右に向けることを想像してください。
そしたらば次に上腕を外側に回して肘を下ろし、手のひらを外側に回すことを想像してください。この動きを何度も考えてみてください。では実際にやってみましょう。左手でホースを持ち上げ、ノズルを右に回します。やめて、ノズルを左右に自由に向けて、自由でいいですから。徐々にノズルを大きく回転していってください。この動きを助けるために、あなたの全身をどのように使います？あなたの創造性を使ってください。じゃあ手を入れ替えて、同じことを右手で行いましょう。全身を使ってさらに回してください。